の追い継ぎですね。左足が出ててボディを打つんですけど、まあ楽な利かし方というかあります。これはねうちの和田先輩がね、得意としてたんですけど、最近はなんか全然使ってないんですけど忘れはったんですかね。僕ら和田スペシャルって呼んでた。また出てる方の足こうなってると思うんです。こうね、相手がこう、相手の足がこうですね。まあまあこうなってると思ってください。ほんでまあ相手がこう来るよね、パンチ来るよね。来たらちょっと前かがみになったり、ちょっと前がこう沈んだり、前足を出しますよね。ちょっとねこうやってこうやってちょっとね入ってくる、言えば入ってくる時とかが一番いいかもしれないけど、まあ立っててこうやってる時もいいです。その時に対してここの内股にね、相手のここ今こうでしたね、相手のここに私もこっち側でやる方もね、このパンチを打ち込むんですけど、打ち込む前にですね、ボディ打つ前にですね、この出てる方の足に膝をかけるんです、ね、こう、ぐんと、こう、こんな感じ、ぐん、ぐんと、相手の足が、前足がこう、ね、これを蹴るんじゃないですか、蹴るんじゃない、かけながらパチン、パチン。相手の相手が前にこう体重でのめり込んでくるんで、こうね、これに対してまあ足掛けっていうのはありますけど、ね、前に来たら足掛けって今ねポピュラー流行ってますけど、それに近いようなね、イメージですかね。ここから相手が前に来ようとした時にグーッとしてドンってついたら、相手がこうなります。わかるか、開くんです。ここからこう行かれるんで、こうな、相手です、相手。こうされて、こうな、その時に、こういうイメージです。だからこれが足と思って、こう、ね、足をかけ、大げさに言うたら、こうです。ね、シュ、今度相手がこう、結構楽しいですよ、こういうあの考えた組ってね。接近戦でちょっとくっつく時あるでしょ、この時特に一気です。ようやられましたよ、本当に和田先輩に。こうやってもうあの人前からね、こう 今のこんな感じの近いところです。ここまでされたら、ここまでで、これ名前なんていうんですかねちょっとわからないですけど、うちは和田スペシャルって呼んでましたから ね、こうやってかける。はい、今日はそういうことです。簡単に説明しましたけど、まあ言うたら相手の力を利用したんじゃないけど、相手をこかしながらこう、ね、こかしながらっていうイメージでした。はい、楽して勝てる方法じゃないですけどね、まあスパーリングを楽しくね、できるように、緊急事態宣言が解けたらね、皆さんで楽しくスパーリングしましょう。以上です。おっす。ちゃん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 。